日本大阪府泉佐野市長崎長崎は大阪府泉佐野市の大技。本校では同地域にかつて存在した戦乱群長滝村についても記す。長崎飛び地内の野生地造村北緯十四度二十二分二十一秒統計百三十五度十九分零七秒北緯四点三七二五零三度統計百三十五点三一八四七三度 34.37250335.318473、34. 3 3泉座の市中西部、阪和線長滝駅周辺、阪和線と関西空港自動車道の交点の北西一帯にあたる。東でひねの、西、南で上野号、北で、南中安松、青井町に接する。仙南市との境界に近いが、わずかに上野号が細く伸びているため同市とは接していない。 南部を、阪和線と大阪府道30号、大阪泉線南線、北端を、和歌山県道、大阪府道64号和歌山海塚線が横断し、東部を、関西空港線、関西空港自動車道、国道481号、西部を、大阪府道248号ひねの歯倉崎線が、縦断する。大和神野港の区域内にある、のう地蔵村が、 飛び地となっている。長崎の名残のとされる遊水地、クズハイの淵旧当地のすぐ山側には、長崎の地名の起源とされる、クズハイの淵と呼ばれる遊水池がある。犬なき山にの滝から投げ込まれたクズの葉が、一夜かけて、ここから遊水と共に現れ出たために、に夜里の長き滝のごとしと言われたと伝わる。東の番、中の番、西の番、 泉佐野町滝住宅、長滝第一住宅2020年4月30日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 有通神社拝殿姫神社おたび所長滝村に関するカテゴリー。ありがとうございます。